はい、手のひら、優雅と、もみぬき、ひかるでございますはい、皆様どうも、ごきげんよう,んようはい、本日は、うんえー、初心に変えるシリーズということでございまして、はい、えー、手のひら、優雅思い出の作品、はい、月組様の、はい、風と、 いや、風とも語ってなかったっていうね、私たち。宝塚の三大作品の一つですよね。そうよ、風ともにされるといえば。手のひらさんの初宝塚観劇。そう、作品なんですよ。天海祐希さんに、ハマった、はまった、作品ということで。でも私も風と共にされぬといえば、月組様の、天海祐希様のレッドバトラーの。風と共にされぬっていうイメージなのイメージはね、やっぱりね、その90年代見てたのは。 もうね私ね、もう何十年ぶりに見たんですよ、今回ね、今回しゃべるにあたって、もうやっぱりね、やっぱりスケールがでかいね、でかいよね、上田先生の作品ってすごいなと思った、やっぱりあの本当、壮大、映画自体がすごい壮大じゃないですか、長編の、あれを2時間の舞台によう収めたなっていうところはありますし。 やっぱりあの、よく言う私たちの大芝居。そう。スカーレット、<laughs> テレ,レレレから始まるやんか。<laughs> <laughs> そう、スカーレットの一言でもう大芝居なのがよくわかる。わかるわかる。大,ね <laughs> 大 <声 S 1> そうだって私一番びっくりしたのは、白風公様の役のルネ様が、一回休暇から帰ってきて、一回戦場に行くっていう時に、みんな、 行こう。こう <laughs> え、今のはすごいないな。て私 <laughs> 何が何、え、止まったと思った今、放送事故かと思った <laughs> いや、でもそのギリギリまで引っ張られてたのを、う,よね、うわ、これはすごいわと思ってさ。すごいね ね、もうそんなのがところいっぱいところやって <laughs> いっぱいね散りばめられてるのが風と共に去りぬでございますけれどもやっぱり天海さんかっこよかったわやっぱあのテレビで見た人ん本,当本当にそのままやっぱり髭を生やしてるっていうのを初めて見たからあれもちょっと衝撃やったそうよね女の人が髭をつけてるっていうそ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 う,そう,そうでなんかあのスカーレットが二人いるのもびっくりしたって言ってたよねあれがびっくりした、うん、あの AB みたいな感じで<う>表の私と<ー>感情のね別の感情の順 がいるスカーレットがね朝の加代さまで、うん、そ,その裏の B の方2の方がまことつばささんだったんですけどで,すでも全然違和感なくてさ。 マミさんがちょっとあの、ちょっとかすれ声で高めに喋ってるのと。なんかよしこ様のその低い声で、ちょっとあの、なんていうの潰れた感じみたいなのが、ちょうど中間で合わさって。で、なんかお二人のまあ、あの、ちっちゃいスカーレット、でっかいスカーレットみたいな感じはするけど。違和感がまずなかったなって、うんなっ。でもよくできてたよね、やっぱり感情をよくね、そうやって。表現するの。って裏表でね、ね<ー>自分の中でっていう。そうで。まあ、あの、スカーレットなんてさ。 もうほぼほぼさ、あの、エネルギー全開の役じゃないそうよ。よー叫んでたよ。よしこちゃんすごかったね。<ー>も,うもうさ、なんかもう魂のお芝居じゃなかった。だからあれが私見た時に、うん、あ、もみのくさんの言う大芝居やなって思った。だってあの、マ帰ってきたのよってやつ。<laughs> んんななとかかももさなんていうの <laughs> もうの娘役の美しさを前に出すんじゃなくて役者としてのその感情が前にズドンって出てるやん、うんうん、出てたもうあれがたまらんと思ってね<ー>もうだからお母様って泣き崩れてるとかでもさ、はいはい、すごかったすごかったね<ー>めっちゃエネルギー使ってたなと思ったあのシーン名作よね名作やった <laughs> ここはおはら家の土地だーっていうねマミーね。<laughs> <laughs> いきなりマミーやそ, <laughs> ミそう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  <laughs> マミ役のうですーやクォーツだみたいな <laughs> 星原美佳様でやっぱりその風と共に去りぬって、うんうん、もちろんその芯となるレッドバトラーだったりスカーレットだったり、はい、でアシュレイ役はね、うん、クゼン様ですよ<う>でもまあその人たち以外の役者が個性があってすっごい面白いなって面白かった面白かった本当ねあの久々に見ると私も思いました。うん うーんなんかミード博士だったりそ<う>その町のおば様一つとっても<う>前の春様なんてもう絶対全て持っていってるじゃない,<ご>い <laughs> これぞ地軸これをなんと全部これぞっていうのがね <laughs> あの口癖のおば様なんですよね。<laughs> とかさ <laughs> 本当ねでももちろんアシュレイ、あの強い男の人がメラニーを失ったことによって崩れていく様弱くなっていく様ねもう最高やっぱりお芝居が的 いるじゃな皆様だから説得力が全然違う強かった時の差がねスカーレットに強く出てた時とスカーレットを頼ってしまうっていうされてしまうっていう時との差がすごい一部と二部で全然違うっていう。 だよかったわった。あとは、じゃメラニーさん。いや、もうメラニーさん、マイケルさんですよね。月組さんに関しては。すごいよね。<う>天使。天使よね。そらて、そらさ、ベルワットリングにさ、<laughs> あの人は天使なんだって、そら言われるよね。言われてた。機嫌を直して <laughs> <laughs> あ、穏やか。 本当あの方がいるだけで本当空気感変わるもんね変わりますよね。ねだから唯一あのなんかちょっと殺伐としたあの感じじゃないですか。あの話ってまあ南北戦争の話ですし、もう唯一なんかメラニーに癒されるって言うんですか。そうですよ。すごい重要。じゃ癒されました。癒されたよね。あの <laughs> <に> <laughs> 時代の大芝居って言ったら結構出バヤになるよねみたいな話をよくするけど、今回に関してはあのセリフの間の感情表現としてすごいあの効果的に効果音が使われてる。うん <laughs> そうでしたらららバトラーだわみたいなこれ自分が、ね、バトラーのこと好きだったっていうことに気が付いた瞬間ね。<laughs> そうとか <laughs> あの、まあ、金貨で150ドル <laughs> テ,ンテ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 ン,テンみたいなねでねバトラー出てきたりとか「スカーレット僕は出ていくよテラララレーみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> っていう、そういうね、あの、なんていうのその心のびっくりみたいなのを効果音で、はってさせてくれるっていうのが、その時の私、よしこちゃんのこのびっくりし方が最高に <laughs>。僕は出ていくよ。たべるるさあ、あの、朝の母様って結構、うんうん、あの、いい意味でね、あの、余分な動きがつくじゃないですか。ああ、そうです、そうです、そうです。なんかあの、一個取りに行くのでも、うん、なんか、<laughs> <laughs> 前もたかもしれないけど入るじゃない <laughs> それが今回の,そのスカーレットに関してはめちゃくちゃ生きてるなっていうのが思ってよくないよかったくないですよ本当にだからあのまあ無駄な動きって言ったらすごい嫌な言い方なんですけどなんかそれをその人物の動きとしてなんか心の動きとして見せるっていうのがすごくうまくできてたなっていうのでかりますスカーレットの人柄みたいなのもすごいストレートに伝わってくるてうのでマミさんは何をしてもかっこいいわ。<laughs> ね、天海さん最高なけんなぐらいです、ね、けんななですすねねよだって新人公演同期の静ずきあさと様がありあってやってましたもんねうーわって思うとあのけん斜であのバトラー役をできるってすごいと思うよだってさあの人ってやっぱ人のちょっとあの何心がちょっとぐちゃぐちゃっていうか複雑な人じゃない、はいはい、素直になれない人ですからね、うん、だからそれをやっぱり 演じるって相当深みがいると思うんですけど、まあ髭一つつけるそういう見た目だってそうじゃない？いやだからそれあんまミサンされたっていうのはすごいと思う。本当す,すごい。うん,うんかっこよかったそれは、ね、手のひら寝て野平さん落ちるのはよくわかる。はい、落ちましたね。よく見れてよかったね。よかった本当ね。そうといえばフィナーレナンバーも結構有名じゃない？うん、有名です。ねえ<ー>。うん で、やっぱりあの、フィナーレナンバーの振り付けは、私たちの大好きな、そして、みんな大好き、北広志先生の素晴らしいナンバーでございますよ 多分あのセントルイスブルースこの「カンカン棒」を持って「ダンダンダン」っていうね舘聖華様がセンターで踊り絶対そうよねでフィナーレナンバーの「ナイトアンドデイ」ですよねはははいいいあれはもう絶対喜多先生の取り付け場面というかあれともといえば歌がさもうすべての歌がよかった。 確かに曲。覚えてたもんね。あの、覚えてた。ニュージェネレーションって思ってたもんね。<laughs> ニューエイジ <laughs> って言って。そう、なんか、意外とその、有名どころの曲ってあるじゃないさよならは言うえの中でとか。はい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 。その、ふるさとはとか。きき 月のおしずく,をずくがあい。君はマグノリアのことですよね。そ,<う>その辺ですごい有名なんですけど、うんうん、そのニュージェネレーションだったりとかさ、<う>燃える、燃える、燃える、<laughs> そうそう燃える。あれ燃えるばっかりですよ燃える、<laughs> 燃える、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 燃える。アトランタが燃える。アトランタが燃える。で、あーってコーラスが入るってね。ね、すごい歌詞よね。 でも、あれでも、燃えてんのがよくないもんね。<laughs> あれね、キャッチーを。<laughs> <本当 S 1> そうよね。お聞きになったとかね。あもうね。ね奥様方の噂話の。<う>結構すごいよ、覚えてたわ、やっぱり。うん、やっぱ名曲っていうか、耳馴染みのいい曲ばっかり。<曲> ね、ね、本当素晴らしい、明日になればとかもそう。そうなんですよね。いや、そんなどうですか、思い出の作品、久々に。ね、見れてよかった、本当に。久々、久り久々。久しぶりにね。うん。やっぱちょっとね。うん。やっぱ風とも見ようと思ったら、ちょっとなんか、あの、気合いるじゃないですか。あの、なんか長編っていうイメージがあるから。でも、さらっと見れた、ちゃんと。わかる、わかる。ね。本。 本当ほんとみんなキャラがいいのよね。もうベルワットリングとか最高最高,最高ですよ。岡尾佐本当ね。うん、もうね私ベルワットリングとメラニーのやり取りが大好き。あ分かる。お金寄付金持ってくるじゃない。うんうん、いただくわで <laughs> 本当カイさん <laughs> <laughs> いいのかあたなんかが。い <laughs> い、えー、作品やったけどさあの。 <何>思い出すことない、あれ見てて。<laughs> 私はもうさ。<laughs> 分かるよ、もう、それ言うかって感じやけど。もう、いや分かるわ。分かるわ。こと分かるでしょ。いいいいでも、皆さん分かりますよね。うん、あの、<laughs> 夢まつら94っていう、あの、ティンピン音楽祭があるじゃないですか。あれで、ね、風とのパロディを全曲やってたんですよね。<laughs> もうさ、見てたらもう、それがあるってさ。 だって一番最初のさ、アマさんがさ、こう、スカーレットって出てくるだけでさ、<laughs> 私の中では着物着てましたから。<laughs> スカーレットって <laughs>。やばいもう特にあのさ、もう本当フィナーレのセントルイスブルースとか。本当よもう、あいや,いや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 しか聞こえてきえへんねん。<laughs> いや本当はそんな、そういうふうに言ってないんですよ。 あの和物でね傘でねその t m p で踊られてるんですけどすごいよねあのインパクトすごいもうパーソンパロディーが強烈すぎて,強烈すぎてなんかどの場面見てもねあこの場面は <laughs> あこの場面ノル様が困難してた場面やんとか <laughs> あーあああこれはもうあーあああああみたいな、ね、<laughs> あれお地蔵様いないけどあれお地蔵様はお地蔵様はみたいななるよねいい<れ>謎の現象がさ <laughs>、ね、重なっちゃうどうしてもいやでもやっぱそれだけ、うん。 皆様があの役者としての力量が素晴らしいと思うですよ。そうですよね。そういうことや。そういうことですよね。っていう c a d とともに皆さんでございましたよ。手の平思い切作品。そうです。あの言い残したことはござらぬか。ないです。ないか。思い切り。とりあえず良かったと。よかったです。そしてまたこうね時を経て見直して良かったと。良かったです。色褪せてなかったと。全然。うん。 最高ということでございますはいはい。はい、それでは手のひらゆうともみの木光でございました、はい、あかんも笑けるなんで笑けんのやろなあんないい作品やのになお地蔵さん<の> <laughs> <laughs> すいませんでした <laughs> 私に代わってレッドに謝ってくっしゃい <laughs> もうダメだありがとうございました